私のね、バットを大好きなんだよ。スズメとさん、ダメ！離れろ、早く！先生も大好きだし、君たちと一緒だね。おい、しっかりしろ！鈴本さん、わかる？篠崎さん、篠間くん、だって、さ、こっちへ来て。大丈夫だよ。本当はこの子たちは悪くないよ。かわいそうな子たちなの。見て、これ。さっき1階で追いかけてきた男の子のリエモンはこの写真の子だわ。この子たちは放っておけないよ。私ここにいる。ダメだ、鈴本、ここ出ようぜ。なあ、何しやがった！ねえ、おはよう。触ることができないんじゃ、引っ張り出すこともできねえ。どうすりゃいいんだ。なんとかしなきゃ。どう、お前、鼻血出てるぞ。
んだよ、教えずにほっとく方がひでえじゃんかよ。こんにちは。なんだこいつ、目が死んだ魚みたいだ。あなた方はここに閉じ込められたばかりなのですね。そうだけど、あんたもか。見たことない制服だけど。私はとっくにここで死んでいます。大事な人を探しにここへ来ました。去年何か賞を取ってテレビ出てた小説家の？霊能相談や心霊情報のホームページもすごく有名なんだ。いつもサイト見てました、ナホさん。ありがとう。もう更新なんてできませんけれど。幸せの幸子さんのおまじないが乗ってから更新が止まっていたから心配していたんですけど、こんなことになっていたなんて。なあ、ちょっと、さっき人を探しにここへ来たって言ったな。はい。自分から来たのか、てか来る方法があるのか、ここに。それはごめんなさい、言えません。それよりお友達が大変なことに。そうなんです。どうしたらいいのか。私はここで死ぬ前に脱出を試みて、この学校を必死に調べました。どうやらこの異空間、天神小学校を形成しているのは私たちの時代から30年前に起こった事件、児童4名連続誘拐殺害事件で惨殺された子供たちの霊。さっきの新聞記事に写真付きで載ってた4人か。多分そうだね。私は途中力尽きて叶いませんでしたが、あの子たちの霊を安息に弔ってあげれば、あるいは多重次元の異空間も崩壊し、私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかも。そう思うのです。安息に弔うって言ってどうすればいいんだ。欠かせないのはもちろん殺害犯人の懺悔でしょうね。殺害犯も、まさか。この校舎にいます。マジかよ、懺悔ってそんなやつ相手に。俺らに何ができんだよ。you
急いで保健室の霊二人を何とかしないと。お友達が。わかりました。とにかくそいつを探してみます。え、おい待てよ篠崎。作家か霊能しか知らねえけど信じてみるよ。今は何でもありがたい。おい、大丈夫か？平気、戻してないよ。平気に振る舞ってるけど、プレッシャーでボロボロじゃないか、篠崎。早く出してやらねえと、こいつもやばいぞ。出口はねえのか。なんで開かねえんだよ。出せよ、叫んだよ。そう、持田君だったらよかったのに。Thank you.
ち物か。待てよ。なあ、それ、あれも残念だ。